では激辛ジョニーです。今日もみんなのシーン火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、大阪府西成区にあります、ホルモン焼肉屋さん鳥坊主さんにやってまいりました。はい、こちらですね、まあ、その後に、ね、ホルモン焼肉が美味しいということで、有名なお店なんですけれども、もうねお店内中煙のホルモンの焼肉の匂いでね、美味しそうな匂いが漂っているんですけども、今回はですねカレーを食べに来たんですけども、なんかこうカレーが品切れということで、今回ねなんか激辛、西成レッドというね、激辛メニューに挑戦していきます。で一応ねなんかね5辛以降から20分以内食べると飲食代が無料になるというね激辛チャレンジメニューでございます。はい、いやー、やっぱねチャレンジメニューだけあってね相当な辛さが期待できそうです。使っている唐辛子はですね、過去にギネス登録されたジョロキア、キャロライナリーパー、ドラゴンズブレス、ハバネロ、ハラペーニョ、コンチョペっていう、ね、なんか特別な唐辛子6種類以上こうブレンドしてやっているところで、これはねもう殺人兵器です。聞いたらちょっと思わず尻込みするような唐辛子のばかりです。今回ですねなんかお店で出た一番辛いメニューがね10辛ということで、今回ね、記録をしてもらってね11辛、はい、11辛に挑戦していきたいかなと思います。はい、まあちょっと20分以内に食べるかどうかわかんないですけども、完食を目指して頑張りたいと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。朝から西成の鳥坊主で塩タンとハラミ厚切りで食べ応えありというレビューが上がっておりますけども、はい、こちらね別にラーメン屋、というよりかはもうホルモン焼肉なんで、皆さんね本当にホルモン焼肉を食べて、お酒をチビ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 飲んでるような感じです。はい、それではねちょっと早速中に入ってまいりましょう。行きましょう、レッツゴー。来ました。こちらが西成レッド11から。わあ、もう真っ赤っかい。匂いが、匂い結構ちょっときつめな感じですけれども、11から、はい、20分以内完食を目指して、お尻に火をつけましょうということで、じゃあ行きましょうか。これセルいいんですかね、セルフで、はい、いただきます。さあ西成レッドラーメン11からお手並み拝見ですよ。これでじゃあまずねスープからいきましょう。いただきます。強烈だ。おしぼりかティッシュみたいなの見せる。
あります。強烈ですね、これ。すごい。あーすごい。これはからすごいよでしょ。これはから。これから。
これはあかん。速攻性抜群ですね、これ。でしょ。完全に繊維喪失してる。いかんな、これは。ギブだ。これはダメ。ちょっとダメ。しゃあかん。ごちそうさまでした。ごめんなさい。辛さレベルマックス。これね、あかんわ。そうね。これマジちょっと体調悪くなるわ、これ。無理だ。超えぐいわ。すいません、ちょっと今日ね、ちょっと不甲斐ないですけど、これはね、マジでやばい。死ぬわ。今日おとなしく勘弁してください。おとなしく、すいません、ごめんなさい。お疲れ様でした。Yeah.